今回は納得した、領域展開の新事実に、対する読者の反応集と、なっています。よければ、チャンネル登録とコメントを、よろしくお願いいたします。それでは本編をどうぞ。今回のは言われるまで気づかんかった。既存の情報で、予想の裏を書いてくるの、天才かよ。領域展開は外からの攻撃に弱い。そういやそんな設定、ありましたね。宿儺の閉じない領域は、普通の領域展開の対策になってたんか、マジで好きないなこいつ。わざわざ難易度の高いこと、普段からやってるの、そういうことなのね。と納得、呪術師との戦いを、経験しまくってるだけのことはある。閉じ込めるものだから、外からの耐久力は下がる。ただし領域をわざわざ破って、内に入るメリットは、侵入者側にはほぼ皆無なので、気にする要素はない。領域の押し合いは、互角からの宿儺の領域が外側まで達して、外から壊すはありなのか？押し合いという前提が壊れるような。いやそもそも押し合い自体が、起きない。宿儺の領域は、結界の外角がない上に、範囲広いからしゃあない。閉じてる領域でも、領域の広さが、水しこ以上だったらワンチャンあった？そんなクソデカ領域が、可能かは置いといて。水しは、閉じない代わりに範囲を広げてるから、閉じる領域で、水しより広く展開するのは、理論上無理そう。隙がない。閉じない領域って、結界の押し合い発生しないから、領域の外から攻撃するってマジかよ。でもこれ二度目は、領域の外に防御まして、対策されそうだな。領域は起こらず、両者の必中効果を、無効化した押し合いが発生でも、スクニャンの、領域は閉じないから、五条の領域の、外側にも広がってるので、五条の領域の外側を、対象に斬撃が発生した。でも確かに、領域は外側からは、意外と脆い。領域の押し合いは、領域がぶつかると発生する。閉じない領域は、範囲が広く範囲内は、無差別攻撃。閉じない領域だからといって、領域の押し合い自体は、めちゃくちゃ優位ってわけではない、簡易領域で、わずかだが時間稼ぎ。って情報があったのに全然気づかなかったわ。今回、既存の情報だけで、領域勝負に、決着つけたのは、最高に、面白かった。